さあ今回も独自のシステムが楽しすぎるスペルディスクサバイバー遊んでいきましょう。さあ前回電気使ったんで氷かな装備しまして、あ、炎もいいな、シンプル炎でいいや。最初のファイアボールは時間で出ると、こっからね違う条件でつけていくんですけど、炎なら炎シナジーがいいかな。この雷によってマナが生成される。雷タイプ消えた時も同じ、雷が使われたかどうかみたいな。チェーンライトニングが同じになっちゃうんだよね。ファイアボール、持続タイプ消えた時、これ非打撃魔法、打撃タイプでダメージ与えた時、これだね、ダメージ与えるとマナを生成する。この下に魔法をつけると次の魔法が出るので、ファイアボールがマナを生み出す。その乱されたマナで魔法が放たれると。で、あ、貫通、まあリロールしちゃおうかな。ペインブランド、非状態の敵だし 50% の追加ダメージは気になるけど、さあこれ、打撃炎で同じ条件のもので、で打撃ダメージでタイプでダメージ与えるとっていうのは、このジュアリング魔石も含まれそうなので、自分で撃って自分で止まるみたいな、ちょ見てみたいけどね。物理、あ、打撃と物理また違うから、ここ右に火が2個打撃が2個ってなってて、もう完全に被ってるんで、ここは特に何もなし。あ、これ自分たちの魔石でもなんか溜まってるっぽいな。ただそれだけじゃ連打はできないね。ダッシュスタミナがフルの間、あ、ダッシュしなければマナがたまる、面白。ダッシュはかなり安全なね、生き延びるために使ってるけど、しなければっていう逆パターン、これは面白いな。まあ今はしていいね。強化でいいや。打撃系のやつが属性問わず来れば2つ目の魔法が出やすくなるので、その点で言えばいいね。持続貫通、ここら辺関係ないな。ターゲット追跡するレース、ああいいね。まあ、この辺一体寝とこうか。でダッシュしなければこれがどんどん生み出されていく。極力ダッシュしない、使えるものを使わないことによってどんどん出てくるから、他のスキルにしてもいいし、それ新しいのが出るか要検討だね。ダメージ、あ、いいっすね。マナ生産量もいいな。こっちかな。
ここにぶら下がってるやつを変えても生産量は変わんないから、この土台みたいなものが強化できるっていうのが面白いですね。ダッシュ時にチェーンライトニング、ダッシュしちゃうのか、それ違うな。加熱の減少、ちょマグネットにしようかな。ダッシュはね、最悪しかしないでいこう。ディスク加熱冷却速度 200% 増加。この連続じゃできないってのが、冷却速度速くなることによって連続でしやすくなるみたいな。こんだけ倒したから回復ありそうだけどね。これ足が速ければすごいぞ。氷ばっかだ。あ、でも打撃だね。変えよっかな、じゃあ。打撃にしよう。回復だ、回復。持続、ハリケーン、あ、気になるな。次のディスク次第か。ここ入れ替えとこ。早っ。あ、霊気ね。今霊気は、まあ、2つある、あるってあるけど発話してないから関係なくて、15% かしかも低めだね。まあ一回使って、いや、まあいいか、使っちゃえ。特にない。まだ次だ、次。何がどうなってか分かんないけど、今はね、かなりいい感じ、シナジーが。打撃が打撃を呼んで、で、クルダウン早いから、すぐに回って、次どうするのって感じだね。これさ、もうしまっちゃおう。ちょっともったいない。よし、いい感じよ。あ、ハリケーン、ハリケーン打撃なら使うんだけどね。ファイヤーボールと入れ替えようかな、ちょっと。この氷。どっちが早いんだろう。氷の方がめっちゃ早く見えるんだけど。貫通タイプと斬撃タイプが同じタイプとして扱われる。わ。どっちもない。状況によってはすごいな。斬撃と持続は、打撃となんかならいいんだけど、でも持続はあるから斬撃扱いされるのか。これ以上入れとこうか。入れ替えてみよう。これ氷が時間で、ファイヤーボールがラッシュをしてないと放つ。あの、そんな速くなったかな。氷は遅くなってるから分かるけど、あんまめちゃくちゃ変わってないかな。あの打撃のやつ、
あれを変えようかというか、全部打撃だから別に打撃どれやっても出るので、打撃与えたらやつをファイアボールにしようかな。どれが一番出てくるか、すごいことあるよね。わ、悩むなこれ。ちょっとこうしてみるか。で、この打撃で与えるとファイアボールが出てきて、ファイアボールは打撃だからうまく入るはずで、これ与えてるときはファイアボールがいっぱい出ると思うんですけど、あ、でもファイアボールないと打撃あんま与えてないな、出なくなっちゃった、まあ、出てはいるけど与えた先で出るっぽいな、ファイアボールがね。だから自分から出てないのでちょっと使いづらくなってるな。案外戻すのが正解かもしれない。だ、あるいは別のアンダムデスクに供給する。トリガー時ダッシュ、あ、これ、あ、今あるやつが違うところに行くだけか。非冷気雷、あー、これならいけるいけるいける。よし、これ自体は何もないけど、ファイアボールを時間にしてこうしてみるか。走ってないとこれが生まれてくるかな。15マナ生成で50、60、あ、でも15なら30単位の方がいいかな。秒78、あ、でも毎秒出るのかこれだと。で、こうしよう、毎秒ハリケーン。痛い、走らないか、リバイブ発見。ハリケーンの効果他に使えそうだね。物理持続か、恐ろしさ。死にますけど、強かった。